きっと何かのご縁があってお会いできたんだと思います。田村まさかって言います、ね、覚えて帰ってください。この覚えていただくのが、まあ、この舞台の目的です。もうコロナになってからね、コンサートができなくなっちゃったね。もう当然なんですけども、ただ私は網走で暮らしてる、ね、このホテルまでは7分21秒なんですね近いんですよ。だからね、本当最初はね、その本当毎日はできなかったんだけどね、全国一応行ってましたからね。ただ本当ここだけはね、まあ、ちょっとずつですけどもお客様に会えるね。だからまあここを大事にしようと思ったわけですよね。そういうふうに思ったら、まあ随分気持ちがすっきりしましてね、今はもうこれカメラで撮って YouTube で応援していただきましょうね。だからまあ覚えやすい名前です。田村まさかですね。じゃあ田村まさか賞やっていきます。45分ぐらいまでやります。いい音楽って言いますかね、音楽って何だろうね。音楽なんかなくたって生きていけるんですよね。ご飯食べて寝るとこがあって着るものがあって衣食住足りれば生きてはいけるんだけど、やっぱりね、人間はね、情緒がありますからね、音楽も実は栄養になってるんですね。トマトにモーツァルトを聴かせたらトマトが元気に育ったんです、ね、それからずいぶん昔にある出版社がこれは賢いなと思ったんですけどもね、妊婦さんに向けて体調にいい音楽ってことでね、モーツァルトの CD を添えて出したらめちゃくちゃ売れたんです ね, ね、まあ、本当にこれはいいんですね。モーツァルトは特に本当に、いいですよね。まあどんな音楽でもいいんですけどね、モーツァルト1曲付き合っていただきます。ケッヘル332、ソナタの2楽章いきますね。
ースター接種で今、話題になってますけど、ワクチンの3本目ぐらいの、ああ、効果があったらいいな、っていう話です。いつまで見てるんですか？あのね、45分ぐらいまでやってますから。ちょっと今すぐ持って持って持ってきますよ、また。ああ、待ってます、待ってます。今日ね、お客さん少ないからね。少ないからね。ちょっと今、ちょっとなんかご飯が運ばれるらしい。ちょっとすぐ食べて戻ってきますよ。あ、本当、はい、いいよ、いいよ、本当に。ありがとうございます。贅沢。はい、いいよ。面白い。Thank you.
Thank you.
お帰りなさい。いやなんか大変な思いさせてね、本当にね。いやいや、楽しみに聞きました。わかりました。頑張ってやりましょう。はい、言ってもね、もう本当帝国になるんですけど、あの今ね、はい、あの YouTube でやってるんですよ。うん、だから YouTube を通して、今見ました、YouTube。ね、時々応援してほしいなと思って。はい、それで、田村まさかって言うでしょ。はい、ね、田村まさか、友達に言うんですよ、帰ったら。ね、あなた、田村まさか知ってますかってね。知らんって言いますからね。で知らんって言った時に、何あなた田村まさか知らないの、かわいそうだねって言ってやってください。そしたらね、友達はね、心配になるんです。ね、あのピコ太郎さんが出てきた時みたいですね。ピコ太郎、何それ、ね、そのぐらいです。そして、田村まさかを検索します。検索したらどんなやつ、ね、田村まさかす。田村まさかす。それで田村まさか、ね、一緒に出てくるからね。でそれで、入っていったら YouTube に入るということですね。まあ本当に今日はね、本当に自主トレして、お風呂入って帰ろうかなと思ってたんだけど、お客さんが来てくれて本当に、ありがたいです。どちらから？東京からです。本当、東京で宣伝しといてくださいね。はい、しときます。本当にね。じゃあね、あの実は私ピアノ好きでやってるんだけど、はい、ここでしか見られないやつを一回やってね。実はね、あのピアノの弾き語りだったらめっちゃ似てることやってるでしょ。だけどね、実はこのオカリナの弾き語りやるんですよ。私ですから、ね、で私ここに座って、あ、もう S 席だからこういうふうに向けてますね。でここで私がこのピアノ弾くんですよ。どうやってやるんですかね。実はこれ自動演奏ピアノって言ってね。なるほどね。うん、いやそれがね、あらかじめ私が伴奏を入れてあるわけですよね。おうおう、うん、何がいいかな、ジブリの天空の城ラピュータ、君を乗せて、これがいいかな、ね、さあ、もうちょ今日は1曲だけになっちゃいますけども、はい、ね、はい、本当に来てくれてありがとうございました。本当にこれがね、なかなかいい楽器なんですよ。
がとうございます。本当に来てくれてありがとうございます。本当にね、まあ音楽にね反応したらね、さっきの話じゃないけども免疫が強くなるんでね、うん、ね、そうやってお土産にしてくれたら嬉しいなと思います。ね、本当に今日は思いがけずお客様が来てくれてよかったよ。ありがとうございます。ね、本当ごめんね、忙しい思いさせてね、2人でお礼を言います。ありがとうございました。ね、これは生放送じゃないんだね。生ではね、一回生でやったんだけど、ここの回線がね、ちょっと遅いんだよね。だからまあ、録画で。録画でそう、今録画だったから。うん